それではですね分科会の第1セッションということで、今日は ICT が切り開く計画心ということのテーマでですね、大和ホールディングスの長田でございます。えー、っとちょっとスライドを使いながら、簡単に自己紹介と今の取り組みについて少しお話をさせていただきたいと思います。 これ実はほとんど IT がなければ成り立たないようなサービスをやっておりますこういった土台作りやシステムコロナ禍のサービス私も絡んでいるものがかなりありますがそういった ICT なくしてたけびの事業が成り立たないというところまで行ってますで本当にあの昨日優勝しましてですね私はあのシステムの担当なので残念ながらあの仙台には行けずですね本当に優勝が終わった30分後にセール,スセールをやるというところでその時に来たトラフィックはですね本当過去を見たことがない。<laughs> <laughs> 本当にですねびっくりしましまた総務省が確か発表しているインターネットの全トラフィックぐらいの、われわのピークトラフィックを換算すると、およそ日本の10%ぐらいのトラフィックがうちに来てたんじゃないかと。<laughs> 私もプログラムを昔書いてたんですけども、辞めたきっかけがですね、1986年だったんですかね、イギリスにいるときに、使用書書いたんですね、CICS の,のオンラインのプログラム。 そしたらプログラマーがニタニタって寄ってきてですねこのまま書くとループしますって言われたのがきっかけでやめましたあの日本の仕組み作りの特徴を一つ言うとねバラバラなオペレーションをシステムが高度にサポートしている状態そうですよねあの日本のベンダーさんだそうですねあの言われて作るの得意なのね経営ににどういうふういふ ICT が あの役立ってるかという視点なんですけどもえ最近では事務の,の効率化で作り上げていった IT をえより協力まあライバル会社との間の差別化に使っていこうよということでえこれを例えばスマホを使ってねあし俺は今週末いないんで月曜日の夜に持ってきてもらいたい。 っていうような話をすると、日本人の方っていうのは非常にあの奥ゆかしいというか、あの遠慮がちな方が多いんで、こんなことをね。大和に指示したら迷惑かかるんじゃないのかっつって結構ね。皆さんやってくれないんですけど、とんでもないんです。もうどんどんやってもらいたいんですね。もうあのそういうことを指示をしてもらえばしてもらうほど。 我々としては業務効率が上がっていくというような流れになってるんです。やっぱり技術っていうのはその情報のマッチングだと私は本質的に思っていますので、本当にいいものを欲しいものあの方に届けるあのいいコンテンツを欲しい方に届けるその手伝いをするためにあるものじゃないかと思っています。正直な話動きが早いとは全く自分たちで思ってなくてですね、あの世界中動きが本当に早くてですね、ついていくだけでも精一杯本当にもっと早く動かねばっていう焦燥感の方が大きい。 と思っていますあの技術者の、ね、半分近くがもう外国籍の方ですよね。最近、英語化によりですね、いろんな国の人とですね、あのインタビュー6個やると、世界、地球中旅してきたような気分になるぐらい、うん、いろんな国の人で、一回も日本に来たことがないのに、本当に来る気あるんですかって言ったら来たい、そういうような人がうちに入ってくれるようになってきてます。いいろんなタイプの仕組みがあるという中で どういうタイプの仕組みをどう扱っていくかということにそもそもメリハリを利かせていかないと何もかも一緒くたにですね安くしろとかこそういう時代ではなくなってきたでこれは多分今の情報技術の,その発展の仕方とか活用の仕方だとかっていうことを考えていくと先ほどお二人がおっしゃってたように何が起こっているかっていうと企業理念をですね今の技術は支えることができるんですね。 やっぱりかつてって、なかなか難しい理念は理念仕組みは仕組みだったんだけども今の仕組みとか技術は企業理念のエネーブラーとしての非常にその有効な手段になってきてるんじゃないかなってことをそういう自らの経験ある皆さんのお話聞いてです、ね、感じますね。